YouTube をご覧の皆様、こんにちは、稲葉優です。ですね、今回稲葉からお知らせがあってやってまいりました。今年の夏にですね、パルコ劇場にて上演される露出狂という舞台に出演が決定いたしました。はい。どんなお話かというか、ざっくり言いますと、愛蔵群像スポコン活劇ってチラシにこう書いてあります。まあその詳しいところはあまり話せないんですけれども、なんと今回のその舞台がですね、露出狂と舞台が、オール男性キャスト、しかも14人というこの男だらけで、上演されるわけですから、まあ、間違いなくこう、まあ、現場としても楽しみですし、実際舞台でその14人が集まった時にどんなすごいもんができるのか、この中屋敷さんという方が演出を脚本をやられるんですけれども、まあこう不思議な方で、それがどういう世界を作ってくれて、俺たちがそこでどう表現できるのかというのがすごい楽しみなんで、皆さんもぜひ楽しみにしていてください。また随時情報アップするんでチェックしてください。よろしくお願いします。稲葉優でした。